ナノマスター、いらっしゃいませ。ありゃ、ルルアちゃん、どうしたの？てっきりあっちのアトリエで調合でもするのかと。師匠、人生相談いいですか？はあ。なるほどね。店主としてロロナさんの評判を落としたくないか。はい、そうなんです。どうにかなりませんかね。どうにかって一つしかないんじゃない？ルルアちゃんが錬金術師として成長すること。それでどんどん仕事をこなして実力と人気を兼ね備えたアトリエになっちゃえばいいのよ。成長、成長か。でもどうすれば。堅実に勉強していくのが一番じゃない？別に焦ることはないと思うけど。実際ちょっと前に比べたらとんでもなく上達したでしょ。その成長速度羨ましくなるくらいだもん。そうかもしれないけど、もっともっと、お母さんのためにももっと錬金術上手くなりたくて。ん？どうしましたか、ナノマスター。まさか。うん、リドルが光ったような。あ、やっぱり新しい文章が増えてる。何？ヘルスガラクセンの扉？そっか、そういうことか。壊しちゃえばいいんだ、あの扉を。え、壊す？どういうこと？扉とはフェルスガラクセンに入ってすぐにある大きな扉のことですか？そうそう、あの扉って困りものなんですよ。あの扉のせいで奥に行けないんです。ああ、そもそもアーキュリスってフェルスガラクセンの調査のために作られたんだよね。はい、しかし内部の調査は難航、それゆえ人が離れ今では錆びれてしまっています。こら、ジムドラゴン、言い方ってものが。いいんですよ、それは本当のことだし。でもだからこそ扉を壊すんです。私があの扉を壊せばアトリエの評判も上がる。で、扉を壊すために勉強すれば錬金術の腕も上がる。さらにさらに調査が進んでアーキュリスも豊かになる。みんな幸せになれる。さすがはリドル、いいアイデアをありがとう。アルケミリドル、本当に一体。そうとなれば解読を進めてみよう。よっしゃー、燃